あ、なんで？オープニングブーストしてんだけど。どうなってたっけ。残り5秒。あ、やっぱここ閉まってんの。爆弾を解除しようとする敵部隊に警戒しろ。どっちがいい、そっちがいい。じゃあ早いです。マジよくわかんない話。気をつけろ、敵部隊が爆弾を見つけた。まさか家がいねえんだ。上行こうかな。あ、家側来た一人。ちょっと娯楽作るかも。バーキューとかで。ロビンの馬力割れてる。オッケー。舞ちゃんそこって音する？来てる来てる来てる、オッケー。娯楽来てんねと、細道も来てるんかな。じゃあいや、乗っていますけどね。カバーしてくれ。ちょっとそれ上上がるわ。ああ片付けて。裏多いのかなこれ。ビアード裏にいる。一枚割ってる。殺しに行けるかも。いや、もう一人いるよ。爆弾を発見した。フラグ持ちがいった。ああ、やれんかった、ごめん。ストレッチ半分入ったらエラーかかると思います。あ、今ね、S、あ、E 開けてる、マーベリックで。やったやった。リロードする。ストレッチ。え、もう全く分かんないんだけど。犬足りるかな。犬多い、やっぱり。ビアードがいい。流れの開いたな。ビアードやった。アートイン、アーターの NNN スレッチ、あ、スレッチじゃない。あ、いい、開いてますよね。 N かい、うん、開いて開いて。え、どうやってインターやったの今。え、ほんとだ。なんだそれ。爆弾を守れ。まあ、見つけた敵を追う主義だった。配置運営。あら、ショックドローン起こした。あ、嘘だ、普通のドローンでした。敵部隊が爆弾を発見、攻撃に備えろっていうボケね。カメラ起動。あと10秒。有刺鉄線設置。残り5秒。敵部隊が爆弾を発見。三メズムか。ロコセット、少し近くだけだ。どこを設置。サニーさん入ります。ここは勝手口。え、勝手口だよね。いや、いいな、いいです。あ、またそれ掴みさん。ドローンコース、多分ノマドかな。
んなんその僕インかもな。突き下げ。あー見えるの。うわー、これ行こうかな。ちょっとあれしません。見えんか。敵部隊が爆弾を発見、守れ。調査なんか敵の雰囲気する。いるいるいる。劇場とビップとなんかヤバめ。もう外カメも壊さずフィンって。あ、とあこれも置いたの。食べぬかい。どこに階段？多分そうっす。はい。設置しないこれ。なんか上取るしかないんだ。あ、やかやかやか。この階を無理くり殺したんだ。そうっす。なんかバレてないです。え？どこ？あと入り口入った。アッシュ上からこう見られてるんよ。うん、こう上取るしかない。そっち取れそう。サニさんリップいけそう。サニさんこっち見てるからさ。一人いるよ。いる？行ってて一緒にサニさんと上がっていいと思う。でもサニさんの方行ってない。見てない。あ、か N 階下った。マイナルさん見てってた。アッシュアッシュ N 階ナイス、見つけた。上いないわ。じゃあ買って入ったやつと、うん、どっかかな。王子が雑だな。なぜ焦点。あ、赤番の方上から見れそう。それ見えないな。イングレそれ。イングレも使ってます。敵部隊が爆弾付近にディフューザー設置。破壊しろ。ディフューザー発見。向こうかしろ。 N 外。ちょっと待って、あと1人が分からんな。工事してるから2階から解除したら、解除したら僕やれるかも。 N のやつ。はい、どこする。わかんない。相手で一人やった。後ろいる。解除しても嬉しい。あ、いいですよ。解除解除解除。ディフューザーが発動だ。ミッション成功だ。B からなんか通してませんでした。あ、いやもう通し放題よ。どこからでも。このこことか4番とか。まあ階段に通すのも何なら強いかな。ちなみに、まあ、昔からやられてるこのここ4番。バレ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 。残り5秒。水系の破壊だ。これ一応キッチン入ってビットの入りとか。爆弾の位置はバレていない。かなーみたいな。どうじゃない。あ、ままで上からカバーしとくか。いやなか、あーまたあれだ。敵部隊が爆弾を発見した。カリカリか、え、今の勝手口開いた。うん、OK。 やっぱさて置いてね。バリケー開いたのはちなみに、あーバリケーじゃない、上のあれ開いたからね。窓、大窓。リゾロセルを設置するぞ。あーヒューおじいちゃん、ブリッツやった。やべ、ミスった。めちゃいまれ。ブリッツはね、3割ぐらいまで削ってる。もうダメだ、今日はもう無理。今日はもう無理。S 階段いる。あの S 通路、S 通路。早い、今ダッシュ。あ、僕ダメ。あ、しちゃったし。
敵部隊が爆弾を見つけた。あ、なんかボムいるじゃん。やってた。なんか分かる位置ってある？どっか位置。位置が分からん。一人イーラペ。意味のないわ。うわ、目撃の真右にいる。味方はあと一人。バレてた。あ、はい、N 回 N 回 N 回ブリッツ。プラントしてる。プラントしてる。敵部隊が爆弾付近にディフューザーを設置。破壊しろ。出る？感じ。L 字 L 字 L 字。もう見れんくなった。そいつ三発ぐらいで死ぬ。相性悪い。オッケーオッケーです。もうマジか。うお、どうした。うわ、焦った走ったなあいつ。ディフューザー発見、破壊しろ。まあでもさ、多分サリさん誤報だと思うけど3発ってまあまあ振るよ。え ?3 発やで。うん、90。あ、じゃあ1発で死ぬ。はい、というわけで最後にですね、今日の動画で出てきた工事について、ちょっとね説明しておこうかなと思います。でまず動画内ではここですね、ちょっと大きめの工事になりますけど、開けたのがこの、キッチン勝手口、トイレですねからの、出口っていうかな、ここを見れる工事。あとね、もう一個ここ開けた方がいいよみたいな軽く説明してたのがここですね。ここ開けることによって階段の上がりが見れるって感じですね。まあ、結構定番の工事なんで、ぜひね覚えておいてほしいんですけど、こうやって正面から入ってきて積んでいくとここから見られてますよっていうような、まあ、ここから上がっていくときちゃんとこの辺とか見て進行していかないといけないんで、攻め側はなので、やっぱこの辺から見られてるっていうのは嫌なんで、軽くね工事しておくと、まあ戦いやすいと、あと入り口もねこうやって来た時見えるんでいいのかなと思います。はい、その2つを動画内で、はい、軽くやってました。ショットガンでボンって打って、もう、ね、ボンって打って見れるようにしてるって感じですね。で、あと1個ね、ちょっと前回の動画、前回というかまあ前の動画で説明した、キッチンのですね工事なんですけど、この工事なんでするかみたいなのを説明したじゃないですか。でその時同時にここも工事してたじゃないですか。この下ね、中から見ると右上、上側で左下ね、下側を工事してと。なんで同じようにねやらないかっていうと、ここの工事に関してはちょっと大きめ開けますけど、このですねカウンター側、こことか守ってて、で最後にもうバー側から攻めてくるぞっていうのが分かった場合に、はい、ここね、まあ、僕はよく伏せてみるんですけど、こうやって入り口が見えるんですよ。これ、あ、これもうちょいこの辺の方が分かりやすいか。この辺から、まあ、伏せなくてもいいんですけど、めちゃめちゃ足元に開けてれば、はい、こうやって伏せて下だけ見て、相手が入ってくる瞬間に撃つみたいな。これちょっと今上まで開いちゃってますけど、はい、この入りを見るための足元工事になってます。それもね、加えて覚えておいてください。はい、ということで補足の説明はこんな感じですね。はい、最後まで今日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしています。バイバイ。